1、スタート。やあみんな、こんばんは。リョリラゲームズオンライブへようこそ。本日もダークソウル3の時間がやってきたぞ。よいこのみんな、遅くまでお疲れ様でござるよ。さあ、今日は障害に悩まされたけれども、さっき始めたらいい感じにログインできたので、いけるんじゃないかということで再開してみた次第でおじゃるよ。イエス。イエス。ということで、柘三之丞さんのワールドの攻略続きをやっていこうと思います。思うよ。じゃあどこで合流しましょうか。さっきの崖下。崖下のなんちゃらなんちゃら。地下室の係に。じゃあそこで。はい、落ち合いましょ了解です。じゃあサインを書きます。書き座っましてた。待ってます。はい。いいっす。で、私フリンの指輪を手に入れたんでね。それって軽装の最強指輪では？そうです。だから見えて極力軽装にしてる。た。だから全裸だったのか。そう、できれば盾とか外しちゃった方がいいのかな。いや、いるっしょ、盾は最低限。手はいるよね。だって犬とかローリングにかわしきれないですもん。で、今の重量がどうだろう。読めない。キャンディーゴールドさんいらっしゃいます。ありがとうございます。さて、この時間に始めたからな、ちょっと集まっていただくのはちょっとしんどいかもしれませんね。じゃあ、とっとと、どうする？鍵の方やります？鍵開けたいっすね。じゃあ鍵開けましょうか。鍵開けるとしたら、こっちじゃねえや。めっちゃ食らったんだけど。いきなり大ダメージで。さすが裸のだけはあるわ。だって防具ゼロだもん。3分の1くらい減ってびっくりめっした。ちゃ痛いんだけど。危ないな。油断して落ちれないね。ここら辺は多分無傷で落ちれない。見てる。多分ここから落ちるのが一番安全なんだけど、多少のダメージは。これ壊しちゃった。いや、私が中で見たんで。何の守りにもならなかった。あ、結そう。局食らった。なんか。ここは落下ダメージなし。集中ラン。でやばい。やられるやられる。死ぬよ裸死ぬよ俺。いくない？さすがに裸やめようかな。ゴールのありがたさ知りたい。人の捉え方。ブラッドボーンと違ってやはり防具の恩恵があるな。飾りではなかった。あ、キャンディーゴルドさんいらっしゃいませ。セーブ大丈夫でしたけど、闇霊に侵入されました。とりあえずここ入っちゃいましょう。闇霊来る前に。意外と高くいいけど大丈夫。ちもちさん、ありがとうございます。お帰りなさいということで、あれがね、罪を晴らすやつ。ちぶ隠し？何これ、エロい。エロいでしょ。エロい。ちぶ隠しエロいよね。エロい。ちはいはい。ょっと赤にバレないようにいきましょう。ダメージ与えちゃうともうバレますね。いや、そうなの？ダメージゲージ見えますか？いや、であ、もブルピオスソースって。遠いと見えないでしょ。まあ、あまりにも遠いとね。この辺骨が復活するんだよね。わ、骨いるの？こいつら意外と強いから気をつけて。お、青来いった、ぶっ殺す。赤来てないよね。た。青来てくれた。うわ、こいつらも復活。なんかある？こっちは来た道？
たね。やばい、ドライアイ。ドライアイズ。足音だけ注意して。あ、復活した。前からは赤は来ないはず。後ろから来るとしたら。で、青も我々がどこにいるかわからないと思う。まあ、青と潰し合っててくれればいいですけど。ここには落ちてこれないけど、あの結晶をなんとか殺す。回り込む。は？はい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 。よし。実況者キュポさん、お疲れ様です。いらっしゃいませ。やば、目がいい。あ、来た。赤レイ。え？食らってんじゃねえよ。バレるだろ、位置が。俺も食らった。食らってんじゃねえよ、バレるだろ、違う。死ぬ死ぬ。いや、でも、上からは落ちてこれないはずだから、だいぶ時間かかるはず。レイピアに変えよう。回復しねえな。ここ奥だ。ハッター0208さん、いらっしゃいませ、こんばんは。補足なんですけど、ギュインさんはちょっと体調崩されてて今日はお休みでございます。ここね。あ、ヒロピー配信終わっちゃったの。お、敵死んだね。マジ、やったやった。青が頑張ったのかな、多分。これネズミ超出てくるから気をつけて。わ、強いよ。ネズミの試練。やばいやばい。囲まれるよ。やばいやばいやばい。枯れたか。いいね。枯れた。聖女のカリスマ。へえ。いや、それが14だったかな、必要な進行値が。案外低いんだね。うん。あれじゃない？精霊と一緒じゃない？うん、多分。これがあれだね。あ、これ、あ、はいはいはい。これって無印のあのなんだっけ。そう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 。名前忘れちゃった。助けてくださいよってなってた。こいつが奇跡を教えてくれるんですよ。うん、で、記憶スロットが1増える指輪がなんと300ソウルで売ってくれるという。すごすぎるやつ。で、300ソウルで売ってくれるとか、どんだけ金いらないのって。私に触れてください。ホットマンさん、ありがとうございます。復活おめということでね、ありがとうございます。ギュインさんは本日お休みということになりました。はい、触ってる。俺も触りたいんだけど、ちょっと触りたい。あーん、あーん。祈り。そうか、祈りを覚えたのか。ちょっとモーション。剣王さん、いらっしゃいませ、こんばんは。へたり込みとかマジでいらねえな。はい、助け替えちゃおう。なんかいいのもらってた気がするんだよな。祈りあんじゃん。乾杯もあるよ。乾杯も。え、乾杯？ヒゲ男爵？え、うん、わかんないけど、やろっか。乾杯モーション。私に使いさせてくださいませんか。いいよ、来いよ。ギュインさんも大事に。いや、祈り。乾杯。お、どうやってふわっとけ。何すげえ。何なの。何が。え、 NPC ふわっと切るじゃないですか。うん、とはどうやって消えてんだろうね。引き算のコッペン使ってんでしょ。最初からそうしろよ、ね、だから特殊な力が働いてるんだよ。あいたー。これさ、はあ、まあいっか、後で。ここ抜ける。あ、そうか。
とりあえずあの NPC 話しかけて、お前解放したの、お前みたいな言うこと言うから。これ激おこじゃない？いや、おこじゃないよ。本当？仲間になってくる。多分ね、 NPC として呼べるのかな。そのうちいなくなるんだよ。次来るといなくなる。うん、カリムのいい子、すんごい脳筋っぽいよね。あの女を庇護するとこいつも力になってくれた。そう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 、守る限りはな。なんでこいつは閉じ込めてた？いや、閉じ込めてたわけじゃないんじゃない、うん、あのあそこのぶら下がってる下あるじゃないですか。ええ、あそこに宝くっついてるんですよ。忘れてたわ。弓か火炎壺か。火炎壺、火炎壺で当たるかもね。どこに投げてんの？落ちたら死ぬからね。俺の投球力じゃ無理だ。じゃあ私にくださいよ、火炎壺。落として放置してくれれば私拾えるから。しょうがないな。何個？2個。あれ？なんか音鳴ってるよ。消えた。6個。2個。3つ。3つ。あ、いいね。これ武器も渡せるからね。さて。これ俺落っこちそうだな。変だろうな。は、神じゃん。当てたべ。伝説のピッチャー。伝説です、私。私伝説です。神かよ。神ですから。マジかよ、大物の右腕すぎるだろ。神だよ。す、俺あれ取ってないな、そういえば。忘れてたわ。ガバってたっていうか、宝あるなとは思ってたけど。これか。祝福された紅白エンタっていらな。祝福された紅白エンタ。なんで祝福されてんねん。なんでエンタ的祝福してんねん。カイトシールド祝福してよ。わからねえ。祝福されてるってことは、あのカット率がいいのかな。うん。雷カット率がいいの。進行奇跡かもしれない。うん、わけわからん。わけわからんわ。さあ、とっととボスまで行っちゃいますか。あとはボスだけか。いやー、倒せっかな。全力で走り抜けるよ。いいね。ウィス5。危ない。大丈夫だ、エストビンはまだ3つある。わうわ、あいつらいいとこにいんな。おい、めっちゃいっぱいいるじゃん。あの犬だけ気をつけて。ベベベベベ。さあ、早く霧に入るんだ。霧に入るっていうか、どんどん一番奥まで行ってくれないとボス化しないから。よし、行ってくるぜ。あ、あいつらリミットオブエリアなんだ。一番奥ね。イエス。さあ、敵が起動してる、敵が起動してる。あ、ボスになった。よし、最初はね、お腹の卵しか食らわない。で、ボス、ザコの討伐はボスに任せてくれ。いいんじゃない。やってくれよ、勝手に。チビ SD さん、おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃい。うわ、こいつが持ってる武器めんどくせえな。カットリス飛び越えてくる。
雑魚回ってる。いや、超痛い、待って待って。てるかと思ったらカマだった。本当にカマだった。おお、なんか投げてきやがった。いってえな。投げてくんだよね。なんだ、なんだ、はは死んじゃった。コッペンで帰って、それかプロロでもいい。了解、はい、プロロ。あ、プロロ超やりづれ今作。うん、今作超やりづらくね、プロロ。やりづらいよ。だから落下中にプロロ無理。俺プロのプロロリストでも難しい。何、プロロプロリストってなんかエロくない？エロい。エロいよね。え、頭の中エロいんじゃない？今プロロしたらどうなったの？ボス前？とめきち51503、いらっしゃいます、こんばんは。今読み込みしてます。いし、大丈夫だね、落ちないね今のところ。うん、今のところはね。ファラン、ちょっと俺一回帰っていいか。はい、ソウルいっぱいあるんですか。9000ある。あー、1レベルくらいは上げられるか。うん、上がるかも。ボス前です。ボス前か。じゃあボス前まで走りますわ。すごい何かの予感。評価数10。まあ確かにすごい何かとしか。すごい何か。敵がすごい。1レベル上がるね。割とぴったりだったな、レベル。なんかやることねえのか。特にねえな。あれ、そういえばヌスット帰ってきたかな。ヌスットが帰ってきたのかどうか。何をパクってきたのか。いや、やつ帰ってきてねえな。よく今レベルいくつ。レベルはね、38。は、33いくつ。31。1? うん、まあまだマッチングするよ。この差は何？分からん。牛員さんももうちょっと高いんじゃない？多分。いつの間にそんなに差が。はは、は、弓飛んできた。わ、怖っ。怖いわ。なんで弓飛んでくるの？ちょっと、先ちょだけ。あれ、そういえば俺いつの間にか記憶スロットが2個あったの。まあいいか。何そんなに頭良くなってるの。じゃあ集中力上げてるから。あ、え、ま、魔法剣士目指してるの。うん、魔法、いや、信仰剣士。あ、信仰技量の人になろうかな。てか防具つけよう。さすがにね、柔らけ。あの火だめはやばい。やばい、さすがにね、柔らかすぎる。意味がわからない。ミラシリーズ、北シリーズは重いから。聖職者シリーズがね、あるんですよ。うん、あ、聖職者シリーズ、なんか割と言う。このボス炎効かないかな。ロック？効きそうな顔してんだけどな。隠して。あ、そっか、侵入される可能性なくはないのか。確かに。よく待ち。ちょっと待って。いや、しかし、チブ隠しってエロいな。チブ隠しってすごいよね。ね。今回の聖職者なんかすげえことになってる。
聖職者っぽくないもんな。どこだっけ、ボス前だっけ。そうそうそう、理解した。やめて、ボス釣りやめてみんなを耳レイプするノースすりやって啓蒙すりやって、脳汁ちょうだい。俺の啓蒙減るからやめて俺の啓蒙は99だ体勢低そう、うん、さて来たよ。まだボス前じゃないけど、とりあえずなんかノーダメで落ちれるところを探したいな。無理か、ちょっと食らっちまうな。ちょっと騎士装備でフル装備にしときました。あ、それいいかも。これで硬いでしょ。うん、私回復積んできたんでね。ほうほうほう。三郎城さんを回復することもできますが。え、嘘。回復はそうだよ、周りも回復するよ。え、とりあえずボス前に印を書きました。ウェイ、ナウ、ウェイ。へえ、周りも回復できるんだ。うん、消費 FP は高いだろうけどね。どのくらいだろうな。結構回復するんじゃない。でも回復の施しよりかは絶対回復すると思うよ。ただあの白の状態で青いエストビン持ってくのってちょっと冒険じゃないですか。青のエストビン2つに振らないといけないからね。うん、え、何その装備、すごい謎すぎるんだけど。これ聖職者だよ。は、顔シワシワだな。本当に炎をまとってないから。どう見ても行商人でしょ。うん、本当に行商人だよね、これ完全にこれ行商人だよね。 なんでこうなっちゃったの、聖職者が。わからんな。うん、わはははい、わい、時代はわいだよ。時代はわいでござるよ。行くのじゃ。あ、奥まで行かないといけないのか、ザル。でももう2人とも一気に息制に入れるから。ショーコレショータイムさん、こんばんは。本日もお疲れ様です。ありがとうございます。とりあえず速攻で殴りまくろうよ。なんだこいつ。危ない。おい、死ぬ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 。そう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 。え、どんだけ。危ねえ。なんかザコがすげえ攻撃してくるんだ。危ない、これやばい、これやばい。回復を使おう。回復を使います。お、すげえ回復する。すでに盾構えとくぐらいでいいかもしれない、こいつは。ナイス、下に落ちるよ。あざとるぜ。おい、あざこし、これで敵は死ぬんだよ。おい、さあ、あとこの辺、この辺早いね、いいね。あと背中、背中、背中。潰された。よし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 。あと腹かな。腹やばい、腕が来る。腕が、太ももにもある。太ももつけないで。まだ背中にあるわ。
左足にも。で、いいね、いいね。あともう多分正面の腹と腕だよ。なんとか生き残って。え、俺死ぬんじゃないこれ。いや、やばいわ。しまってます。ナイス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 。回復。あと1回は使えないな。あと背中？いや、ハラハラ。ハラ。やれー。で、倒した。マジこんなブルッキー。あ、こんなもんだ。ありがとう、リョウ君。余裕だろ。あなたのおかげです。うわ、残り人太陽見る。太陽見る。梅。え、呪服の胎児のソウル？そうです。で、あと落ちてるアイテム拾えば、あれではボスのソウルから武器取り出せるよ。はいはい。で、ここからちょっと一人でやってもらわないといけないことがあるっすね。先人の目立て。うん。他のコッペン以上かな。だからそうだね、一旦帰ってもよろしくて。ん？だって帰る以外ないよ。あ、そのかがり火の先はない。あるとすればさっき協力してる時に切りかかってたあそこ、あそこの先を探索してください。とりあえず一旦帰る。私も一旦帰りましょう。3000ソウルか。あ、でも結構少ないですね。まあ6000ソウルぐらいしかくれてないでしょ、やつ。確かに。こんな楽でいいんだ。まあだから V さえ分かってれば。あと三の重さんの攻撃力も割と高かった。結構ピンポイントで狙えてたんで。うん。頭のモーションがね、すっごい優秀でね。当て優秀ね。縦振りもです。レベル上げるか。上げてください。どんどん上げてください。一個しか上がらない。まだまだよな。まだまだです。とりあえずあれだよ、ボス倒したから、あの最大最何本当の力を引き出せるよ。あ、それやっといて。ウィス、ボス倒したら多分逐一できる。どこにいたっけな。こいつの先だっけ。あ、いたいた。うん。いやー、順調っすね。途切れることもなし。非常に順調でおじゃるね。あれ、ロンドールのヨエル全然引き出してくれない。なんで？なんでだろう。あ、何レベルかに1回とかなのかな、わからない。毎回ではないのか。毎回では。でも私ボス倒した後にやってくれたよ。なるほど。何の条件があるんだろう。あ、丸くなるくれた。うん。で、多分あの聖職者も帰ってきてるから、指輪買っとけば。あれ、また私本当の力引き出せるよ。ファ、え、白いことに。白で倒すもと。ほら、また私1レベルが。ずるいわ。39レベルになります。ずるいわ。リビングでこの放送 iPad mini で見ながら FF14 中。なんてことだ。カオスだな。素晴らしいですね。で、次何をあげるかなんだけど。かけら2個もらったから刀を強化しよう。いいんじゃない。体力上げようかな。刀とハルバードを使っていきたいな。集中力か。ん？どうしようかな。すげえ迷うなこれ、上げるの。あ、赤絵のハルバード。
え、そう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 。こんなのいつ手に入れたの？多分その辺でどっかで拾ってる。あ、下でじゃない、多分鍵開けた先で拾った気がする俺。やべ、記憶がばってて分かんない。どんだけがばってんの？チンパンなんでね。あれ、もう一回本当の力引き出すんだけど。え、俺どんだけ本当の力引き出せんの？どんだけ高くない？高い。俺レベル40だよ。もうバグってんじゃねえの？そんなことねえだろうな。離れすぎ笑った。え、待って。なんかね、呪いっていうステータスがあるんだけど。え、呪い？何これ？呪い。やっぱなんか重要アイテムで呪いの穴みたいなのあった。何呪いって？でも呪いが上がるわけじゃないんだよな。暗い穴。何この呪いって、うん、なんか俺これでレベル上げまくってるとなんかやばいのかな。そんなことなさそうだけど。なんでしょうね。なんなんですかね。なんかやばいんかな。あ、まだ上げれんだけど。え、本当に大丈夫ですか。俺まだ上げれんだけど。は？41レベルになるよ。え、もう9ぐらい離れちゃうんですけど私と。大丈夫大丈夫、13、13でマッチングすることは分かってるから。な、え、いつまで上げんのこの人、私を。Be safe. マッチングしなくなるまで。Then shall we be? うん。な、何の条件でこれレベル上げてくれてんの？わからん。なんだべ、協力した回数なのかな。ああ、4000ソウルって微妙だな。マジで分かりかねるぞこれは。何買おっかな。欲しいもねえんだよな。かけらとか売ってるかな。そうだよね。え、まだ本当の力引き出せるよ。あ、出そう。あ、え、10レベル差いっちゃうんですけど。あなたはもう十分に力を得ておいでです。あ、いずれ全てお分かりになる我らの王よ。なんか王様扱いされてんのよ。 As I have said, I was one the last, but I can't. Perhaps I believe that I we pilgrims that those. どうしようかな。何が起きてんのこれ。ああ、お。何を。これ以上本当の力を引き出せないんだ。何なんだ。とりあえず41レベルになった。やばい、あの盗賊何も売ってくれないから何買っていいかわからん。盗賊はあれだよ、一回座ると違うとこ転送されて戻ってくるとちゃんとまた帰るなってる。あ、すっげえ丸くなって落ち込んでるな。あかん、うつあかん。まあでもとりあえず三之丞さんには次のエリアに来てもらわないと私進められないんでね。頑張ってください。結構大変。まあ、そんなに大変じゃねえか。だって一人でやるしかねえんだから。ふえ。ふえ。とりあえず。何これ？デーモンの一撃。は？俺これデーモン。ん？あ？いつデーモンになったの？俺いつデーモンのソウルなんて手に入れたん？あれ？俺デーモンのソウルなんて持ってんの？ちょっとよくわからん。でだね。あ、持ってないね。使っちゃった？そんなことないよな。どこ進めばよいと？ん？あの切りかかってたとこ？そこっす。そこを進んでください。とりあえず。え、記憶がばってどこにあったか忘れた。なんでよ。さっきやったばっかじゃん。ちょっと猛者化進行してて意味わからないんだ。どこ近い？たもと？いや、地下室。どこだったっけな。まあ、かがり火の並びで転送の並びで言ったら上から3つ目。あ、ちょっと寒いんでヒーターつけていいですか。あ、どうぞ。すいませんね。いいっす。
あれ俺デーモンのソウルなんて手に入れてたの？そんなことないはずなんだけど。謎だね。なんか実は NPC いたりするからね。こういう人またいんの？あのひび割れくれた人どこにいるの？俺は薬指のレオナード。You're making quite an effort of it, so if you yearn for a proper red eye, まさか呪術師とかどこにいるの？あそこにずっといるのかい？Survivor of the man swallowed by darkness. 呪術師。は？なんか鍵くれたんだけど。それ重要じゃない？あの前にひび割れた赤い瞳のオーブくれたやついいんじゃん。おい。どこの鍵よこれ。古い小国の生き残りダークレイスを殺したまえ。どこの鍵これ。もう説明欄見ればわかるのかな。忘れたカロニーおっぱい、そしておやすみなさい。イントロさんお疲れ様でございました。はい。鍵をね。何これ暗い穴って。うん、それそれ。誰も NPC おらん。かつて一人の深淵から戻ったひもり目だけがその呪いを癒したという。生贄の道。ん？これ何？暗い穴って。これさ、もしかしてさ、俺があいつにレベル上げてもらって増えてってるものなんじゃないのこれ。もしかしてそうなんじゃね？さあどうでしょう。なんかね、呪いっていうステータスがね、あいつにレベル上げてもらうときだけ存在してるんだよね。怖。怖い。熱い。あ、なんか青ニートくれた。あ、ついネジさん、こんばんは。初コメです。休憩中に見てます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ちょっと、これ何なの？え、青ニートがアイテムくれるって初めてじゃない？うん、くれた。ゲイン。てか、この呪いはマジ何？なんで俺だけこんなにあいつからレベル上げれて呪いを5つ持ってるの？サノジョさん、呪い何個持ってる？え、呪い？うん。鍵の欄にある。1個。これ5個持ってる。ああ。呪われてんのかな。人間性の闇が徐々に燃え出し、視界に呪いが溜まっていく。うん。どんどんダークサイドに落ちてるんでは？深淵から戻ったひもり目だけがその呪いを癒した。謎だよね。これ何なの？Be safe。わからない。あら、死体は不死人の旅団。狼の血に近い深淵を監視し、その兆しがあれば一刻ですら葬り去る。恐ろしい。お、歓迎をくれたぞ、この人。そんな連中さ。呪術学んでみようかな。今日は、一人なんですか？今日はね、三之丞さんとやっております。はい、私の生放送の説明欄から三之丞さんの方も生放送やってますんで、そこから飛べますので、ぜひ、2画面でお楽しみください。で、ギュインさんは今日お休みでございます。ウィス。ウィスと言って。なんか鬼とだんだん食ってきてる。I would be bothered to be, but if I had, oh, terribly so.誰もおらんし。Have a pleasant journey. そこ行くか。行ってください。え、この呪いだけで私が5個持ってるのめっちゃ気になるんだけど。制約かなんかなのかな。制約用のアイテムなのかな。でも鍵の欄にある意味がわからないしな。なんなんやね。攻撃力は163。地下に続くリフト部屋の鍵、ロスリックで最も深い地下路に続いている。そこには、闇に滅んだ古い小国の生き残りダークレイスがずっと囚われているという。こいつを殺すんだな、カンク多分。
何この暗い穴って、マジで怖いなこれ。怖い。徐々に呪いが溜まっていくだって。呪われてると何なんですかね。あ、わかった。呪いのねステータスはねあったわ。ちょっと皆さんのコメントで今見えないんだけど、呪いのステータスがねある。このヘルプで見れるよね、項目ヘルプ呪い。何は、このキャラクターに蓄積された呪いの量を、呪いが蓄積されすぎると亡者になるだって。俺亡者になるらしいよ。15だもん。結構やべえんじゃねえの。サノジョさんの呪いのステータス今いくつ。呪いのステータス、これ持ってるとどんどん亡者化するんだね。預けようかな木箱に。ちょっと待って、なんか弓が飛んできてんだけど、なんでなんでこの場所で。亡者化するとどうなんのよ弱くなるの。呪いなんてあった。呪い、うん、あった1個。ステータスでも1ですよ。あなた1なの。あ、私15なんだけど。やば、めっちゃ呪われてんだけど。それこいつ呪われて、なんか顔がシワシワしてるなと思ったらこれのこと。あ、呪いで亡者化してるの。すげえシワシワしてもほら、どんどんつける。やば、これちょっと捨てようかな。これなんか置いておけるんだよね。置くっていうねコマンドがあるからさ、ちょ、木箱かなんかに預けようかな。なんか呪われてると誰かに話しかけられたり話しかけられなかったりするのかね。わかる。あれ、呪術師のおっさんいないか。どこ行ったの。おほ、待って、この呪いのやつさ、木箱に預けられない。ちょっと置いておこうかな。放置するっていうのとさ、まとめておく、まとめておく。あー痛いねそれね。痛いんだよねそれね。まとめて破棄するあれこれ破棄できないじゃん。これ積んでない。これ破棄できないんだけど、も持ったままなんだけど受けんなこれ。やばくね。大丈夫大丈夫。ああ。たかが呪い中。売却もねできないねこれね。鍵の売却できない、ね、じゃあまあそのうちこの呪いを解除してくれる人がいるんでしょう。あ、どっから行くんだろう。アシュンマン、やばいやばい。なんで俺だけこんなシワシワしちゃう。何なんだこの呪いというのは。亡者になる。謎すぎるぞ表現が。ちょっと後ろから抱きつかれた。何してんの。ちょっと俺ダークレイス殺し行ってこようかな。じゃあ佐野城さんそこの攻略を頑張ってください。はい、全然覚えてないけど。とりあえずあの塔の中入れたんですか。魔女と戦ってて、こいつリーチおかしいだろ。どこか鍵かかってたっけな。強靭もおかしい、強靭もおかしい。強すぎ強すぎ強すぎ。なんか落とした。強同士の手袋。ああ、手袋。こんな汚い手袋いらねえんだけど。そのババアの顔めっちゃ怖いからね。歯抜けてるからね。やばいからマジで。笑ってっから、ね、死んでも。恐ろしい。うん。本当にやばい。ここがボス部屋か。さて、鍵はどこで使うんですか。そういや、あのドラゴンの攻略とかやってないね。
うん、わわわ、マジうぜえ。とりあえず耳がいられてる方向に行けばいいんですな。耳が飛んでくるって意味がわからないんだけど。矢が、矢が飛んでくんの。はい、あーやべえなここ。あ、バカ落ちやがった。金やべえ、ここじゃないね。どこだっけなぁ。おー、ドラゴンいる、ドラゴン。た、怖っ。あの先かな、ドラゴン。てか、ドラゴンなんとか攻略しよっかな、俺。気になるよね、あのドラゴンのとこね。序盤で倒せる敵じゃないと思うんですよね。だって後ろさえ取ってしまえばさ、関係ないでしょ、だって。まあまあまあ。まあ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 。あ、ここか。はいはいはい、来ましたよ。あ、NPC おらんくなってる。ん？カリムのなんとかってでっかい。あ、いなくなったでしょ。うん、いなくなるんすよ。開く、ここね。はいはい、明るい、明るい。え、びっくりした。え、なんで、え、エレベーターが上がってった。は、いえ、ビビるわ。え、見とけよ、貴様、刮目せよ、貴様は。いやー難しいじゃん。侵入とかはやらないですか。攻略もいいけど3人の侵入編も見てみたい。 ありですね、ありだけど。とりあえずは攻略を。おお、熱い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 ね、熱いね。おい、ケンケン、おい、未開の地へたどり着いた。は？ドラゴンの炎を買い取る。ああ、はいはい。とりあえず上に行っただけなんだけど。あれ、ジャンプできんじゃない？これジャンプ届くでしょ。こいつのツバ変だ、欲しい。うえ、届かねえ。はしごあった、普通にはしごあった。こいつのツバだ。すごい。あ、耳食らった、やべえ。俺としたことが。いや、そこ避けちゃいかんね。最悪だ。うわ、懐かしい、この感じ。やべえ、耳食らったとか言って、マジで素人か。暗いな、ここクソ素人だったわ。今のムーブ素人だったわ、やばいわ。結構あるてか、ミミックがさいるってことはさ、結構いいアイテムあるってことでしょ。熱いじゃん。え、ちょっと千田さん、うわ、なに、君、はい、君誰、なに、あなた下から行ったの。え、2人がある、上にあるの。
ジークモイヤーが上の行き方を聞いてたの？え、だって下に行くしか行けないもんって言ったもん。だってエレベーター最初に上に行ったじゃん。あ、凍った。やめて。死んじゃった。アグレッシブすぎる。俺エストじゃないもん。一旦逃げた方がいいよ。引かぬ。倒した。さすがじゃん、つげ。ふう。イルシールド。5、6回殺されたよ。俺が持ってる剣それ。かっこよくないこれ。うん。強いかはわからない。強化してないから、なんとも言えないこと。ん？上質武器だ。そう。投書が入る。おぉ、サリバーグ。わあ、とりあえずその扉があるでしょ。直剣だ。扉あるじゃん。これ開けたら、うん、私と同じところにたどり着くけど、うん、とりあえずその塔の上とか見てきなさい。やっさ、強い敵配置されてるんだよ。マジ強いよ。まあ、よく一発で倒したね。うん。レストいっぱい使ってる。まあ鎧着てたよ。ミミックとか絶対許さねえから、絶対ぶっ殺しやっから。そうだよな、だって宝箱の前に血だまりがあんだよな、そりゃそうだよ。それに溜まってこそ配信でしょ。こいつ強そうだな。掴んでくる。うわ、いって、超強え、待って待って、超強えぞ、こいつ。浮いてた。やばいよ。あ、これ、詰む詰む。あ、え、死にそうだな。途中で降りれるとかあったじゃん。うん、それ、それ、上にいるやつに話しかけてから。おい、何掴まれてんの、信じらんないんだけど。壊れた。うわ、でっか。すごく大きいです。絶対ぶっ殺すから。てか待てよ、てか俺が今持ってる武器弱くねえか。フロストバイト武器。え、弱いの？弱い恐れある。上質武器。槍のが強えな、これ。うん、槍のがいいんじゃない？ね。重いけどね、ちょっとね。あ、どうすんじゃないな、でも。え、これだけこいつ、この巨人。そうだよ。それでもう狙ってこなくなる。それだけ。なんてやつ。もうやり強い。もうやり強い。調子のんだ。降りれるところあるけど、ここだ。ウェイウェイ、え、何あいつ。はやばいね。やばいの見えるの。何のやついた。挑んでみ。面白いことになる。え、ジークマイヤー近くにいるでしょ、そこ。ああ、なんであんなやつ。やばい、未来しか見えないわ。大丈夫、案外大丈夫。
屋根行くしかねえな。だな。あ、ちょっと係屋さんが一回期待してたかな。間に合う。白です。絶対殺すからな、覚えとけよ。危ない。マジ勘弁してよ。頭悪くて助かるわ。もう頭いいじゃん、めっちゃ頭いいんだよこの人。しまったしまった。おー、やば。うわー、フラグか。捕まれさえしなければ大丈夫。ふぅ、もうちょい。にしても攻撃力とかめっちゃ高いからな、この人。やべえからマジで、うん、舐めてる。じゃあね、挑むか。大体次よっしゃー、倒してやったぞこら。くたびっと深みのバトルアクス、やばすぎ。ワロス、あ、機関のコピアンってことは帰る。いや、帰っちゃダメだよ。それちゃんとね、戻れないようで戻れるようになってるから探してね、一応。ああ、その強さ。ああ、ここに出んの。燃えた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 。ウェイウェイ。ふぅ、炎の奇跡。はぁ、緊張した。あー、痛い。エナジー残りで落とした。マジか。ジークの酒。イエス。なんかセクサそう。そこ結構ね、調べるとこあるから。オッケー。いろいろ調べてください。はい。このドラゴンのところにどうにかたどり着きたい。太陽あれ。どうにかしていけるんだろう。知ってるんだろう。これに買ってるのか。上にこれどうやって行くの。あ、デルモーションかな。こいつどんだけ術使ってるか。どうにかして上に行けそうな気がするんだけど。アイテム燃えねえよ。この上になんか繋がってねえのかな。繋がってるような気がするんだよな。お、そろそろ仕事戻ります。頑張ってください。ということでお疲れ様でございます。お疲れ様です。どうやってどうやってこれ、このドラゴンがいるところに。あの死体は
椅子で燃えてると。ああ、これは。これで。当たらない。当たった、やったね。え、下の角、下の角、下の角。メモか。いけないんだな。え、あ、くそ。難しい。あっち上。ウェイ。え、どこに落ちた？当たった。青ザメ。アイテムこれ分からない。え、あれなんかよく見るか。どうにかしてたどり着けると思うんだがな。赤いの赤い瞳の侵入者たちが火の宿主を倒した証。そう、人を奪って証とするやり方は元はある侵入者集団の流儀であったという。彼らはそれを声なき女神に捧げるらしい。恐ろしい。恐ろしいだろ。声なき女神。舌を切り落とすのか。声なき女神。アナスタシアみたいな。さすがにそれはない。あの子も自分から喋んないだけだし。うん、多分。つうか。あ、あ、ラジクラブ。わかった。わかった。鍵使うところわかったわ。ラジクラブじゃん。ちょっと振ってみていいですか。どうぞ。20。なんで今死んだんだこいつ。おお、すごく大きいです。あ、いいね。いいモーションだな、ね、ラジクラ。はい、ラジクラ持ってるの。両手持ちな。え、ラジクラ両手持ち。両手持ちとか今回あんの。あるあるある。片手だと×だけど両手だと OK。 あ、OK になるんだ。あれ、お、繊維モードはなんか方向ん攻撃力上がってんのかこれ。あ、そうだ、我慢じゃないの多分。いや、なんか武器マークついてて上昇になってるんですよ。おお、これは対人勢が使いそうな。うん、あったわ、これでしょ。ここの鍵でしょ、これですよね。リフト部屋の鍵を使いました、やっと。わあ、ラジクラブいいな。やっぱ上質にしててよかったわ。こういうのも飛びできるからいいんだよな。うわ、なんかやばそう。じゃあもうちょっと探索しよう。これやばそうだな。ここやばそうだな。やばくね。何かね、いるもんね、もはやね。やばいな、あれね、いるね。やばそうなのいるね、なんかね。いや、これやばいでしょ、明らかにやばい。あ、やばいだろ、これ。ダークレイスがいる、ダークレイスが。あ、これダークソウル1のダークレイスだ。夏いわ。あさし。絶対これ振り向くよな。大丈夫かな、これ話しかける以前にこれ敵だよね。とは上か。ちょっと上だっけ。おおおおお、これ降ってきたね。倒したわ。赤い瞳のオーブ手に入れた。石柱の貫薬これだけ。あと他にないのか。何だ、何もないね。え、なんかロックオンできるんだよ。これで侵入し放題なわけね。うわぁ、これ絶対降ってくるやつじゃん。こういう時の火炎筒ですよ。実はもっと下があるよとかじゃないよね、これ。さすがにないか。
お前もか。あとはあのドラゴンをなんとか倒すのか。どうやって？誘いつく。まあ基本、あ、毒は効かねえか。でも毒矢とかあれば使うんでしょう。あとはこの先か。怪しいのないね、特にね。てか今回まだ1枚も隠し部屋探し当ててないんだけど。ないんじゃない？あるよ。ないわけないじゃん。ブラッドボーンなかったからさ。ブラッドボーンゼロだったっけ？そうそうそう。いやでもダークソウルですよ。あ、どうすんだ。あのドラゴンのところにたどり着けるさ、隠し通路があるんじゃねえのって思うんだけど。ねえのけ。ちょっと犬は反則だぞ。出すわ。超ドライヤー。ドライヤー使えば。ドラえもん。ヨン君ドラえもんの真似して。僕ドラえもんでしょ。もうのび太くんたら。いっちゅもいっちゅも。しょうがないんだから。のぶよの方じゃねえかよ。キャー、のび太さんのエッチ。これからフリーで行こう。これね、カラムこの色目立たせねえでしょ。はっ、はっ、はっ、びっくりした、びっくりした。上から来てくれた。見るわ。燃えてねえな。燃えた燃えた。クラッチ燃やして熱い。え、人待つや。人待つや。闇闇闇弓かなんかでやるしかないのかな。わからんな。ここに届きゃいいんだけど。体験系だったら弓欲しいっすよ。確かに。なんで全然手に入らない。わあ。やべえよ。魔女の井戸が高いみたいな、これ。たどり着いたか。どうして？ちょっと待って帰ってそんなに絡みたいんですけど戻れないか。大釜両手で持てば届く。いけるね。8600もそうであるんですけど、これ無駄にしたくない。ちょっと一度帰って。そこで帰ったらダメよ。いやー、その2体ここ、その2体で終わりだから。あ、ほんま？ほんまほんま。クソ、大釜でも届かないのか。え、勝たない。ああ、マジも。ちくしょう。こちら。これいつの間にロングボン持ってたの？普通の矢？普通の矢しかねえじゃん。つらいわ。
あ狙えない。硬い。ダメージ取ってる。あ、二人も。この相手って知らねえわ。来いよ。来いよ。あ、なんで熱いの？マジかこいつのライフが何も見えないぜ。ゲットした。え、おやめたい。どうする？ああ、やっとクレーンが。まさか。クレイモア、サグノジさん好きなんじゃないの？好きです。あなた拾いに行きなさいよ。ドラゴンのとこにあるよ。あ、結構序盤で行くのがいい。うん。しかもダメージあんまないわ、今度。あ、いいっすね。ガンのコッペ。え、これえここジャンプして降りるの？何が違うよ。え、嘘。調べきったらさっき屋根の上のフリン取ったじゃん。うん。その屋根からすげえ降りれそうなところがあるよ。すぐで、塔に着くじゃん。ああ。で、下降りれんじゃん。ああ。落下ダメで死にそうじゃん。なんで？中断、中腹があるじゃん、中腹が。いや、あるけどさ。おう。これ走っていける？ローリングでいけた俺。ああ、怖っ。体力的に。体力的に超ギリギリですけど。また落下ダメージするの？あ、ギリギリ折り切ったところにアイテムあるよ。あるある、うん、あるけどなんか不吉な声が聞こえた今。ミラのベスト。そう、ミラ一式ルカティール。あ、緑化の指輪、これ欲しかったんだ俺。え、緑化の指輪なんてあった？はい。え、俺手に入れてねえんだよ。え、嘘、手に入れたんかな。え、ガバってたんすか。ガバってるの？緑化の指輪ガボってた？はい。え、どこにあった？下降りた、降り切ったところ？降り切ってミラのベスト取るじゃないですか。うんうんうん。後ろで光ってる箱あったんで壊したら、それが光ってる箱？なんか宝で光ってた。あ、マジで？マジマジ。それガバってるわ。ふふい。これは取るべきだよ。ちょっと取ってくるわ。じゃあもうあのかがり火にはたどり着きましたよね。え、どこの代わりに？生贄の森。え？は？え、あの剣くれた敵の先ですよ。まだ行ってないの？あ、扉開けてねえからか。だって先でそっち行くんじゃねえって言われてから。あ、そう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 、私が言った。
ごめんね、ごめんね。じゃあ私も緑化の指輪を取りに行こう。どう行くんだっけ、どこが近いの。落下ダメ怖いわ。あ、生贄の道が近そうだ。あ、落下ダメ怖い。マジ怖いっす。マジ怖いっす。もうそあと5ミリだから体力。あと5ミリ？いや1ミリじゃないなら平気でしょ。うう死ぬかと思った。え、ここに来んの？そう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 、そこに来るんですよ。ボス前じゃないですか。そうなんですよ。え、ここからまた塔に行くんですか？そうなんですよ。途中にモブいたら私即死じゃないですか。だから一回帰っていいんじゃないの？これまたあいついないよな。あ、いないね。倒しきったはず。私を倒しきってるならいないでしょ。敵。私自身を信じる。私が信じる。お前を信じろ。あ、俺が信じる。お前を信じろ。グレンラガンだっけ。グレンラガンか。全然セリフ覚えてない。兄貴、ウホウホ兄貴。いやこれは下行くのか。そうか、浮いちゃったし。なんだよ。ワロッチ。このエレベーター結構速いな。マジで落下ダメージすごい。あ、アメイゴース。死んだし。は？信じられないんだけど。何し？え、あの中段に降りるのミスった。わけがわからないよ。いやー、ほんと自利品ですよ、今。ほんとエストゼロで。体力5ミリくらいしかなくて。自利品とかいうレベルじゃないよね。よく生きて帰ってこれたの、私。この先か。これもっと下があったりしたら面白くない？この塔。え、実はクズ底みたいに。そう。やだわ。実はもっと下がありますよ。ちょっと確かめてみようかな。おお。ここが森。だって一段階ギミック踏ませてさ、もうないでしょと思わせてまだ実はエレベーター来ますみたいな。ありえるよ。ちょ、鏡ねえじゃん。ちょっと待って。え、敵がいる。どういうこと？絶対死ぬ。森のところ。あ、あったあったあった。ガバってたわ。何ガバってんの？意味がわからない。いや、マジ見えないから。これ見えるから。とりあえず帰りなさいよ。私は緑化の指輪取ってそこに向かうから。あまりで安心するわ。ずっと座ってたいわ。てか、なんで俺だけ本当にあいつから力引き出せんの？呪われてるから。呪われ、あいつに力を引き出してもらってるから呪われてるんだよ、多分。負のスパイだ。だってまた呪いのステータス上がってんじゃない？まあいいんじゃない？ないね。どうせ顔シワシワになるだけでしょ。多分ね、猛者化するだけだからね。もともと顔を意識して作ってないから。ひどいもん顔。ひどいもんって。人間の顔じゃないもん。人間の顔じゃない。ひでえな、言いようが。俺よく最初あんなにスムーズに降りれたんだ。あ、いけたわ。炎の石手に入れたけど、もうだって炎派生する意味あんまないよね。なんかもう属性武器ってちょっと微妙に来たレベルですよね。わかんないですよね。その可能性は否めない。うん。
これあと4つか。サノジュさん本当に力引き出せないの？ちょっと話しかけてきます。うん、私計5回できたんだと思いますけど。こっちだっけ、何回やったら覚えんのよ。あ、誰かいる。あ、この人は寄生者コース。この槍のため攻撃めっちゃ強いな。あ、宝箱あんじゃんここ。あ、またミミクか。あ、何これ、ふざけんな。え、また、俺またガバってたミミックじゃなかった。宝箱分かりにくいな。今回の一つ周囲も含めてんだ。治癒の何だ、回復、回復、これ何回復、消費 FP45 っすよ。割とでもあれですよ、うん、回復の施しの2倍ぐらいで回復力は 2.5 倍以上ある多分。うん、いや 3回くらいですか。うん、上げてれば。そうっすね。うん、こいつ反応早い。うわあ、カツオはすげえ、すげえ指を打ってる。気をつけて。ムカつく。あっ、あー、セリフだセリフ、ほんとムカつくなこいつは。奇跡のロマン、ふざけんなよ。晴天、このババアだも無視した方がいいな。うん、私もスルーした。晴天、展示晴天、何それ。ああ、展示晴天持ってこいって。目見えないの、この人。そういうことなんですよ。世界の各国に、各地に落ちてんの？展示が？物語的な？うん。へえ。面白いじゃん。クソがよ。あ。ぬすっと立ち直ってる。そう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 。で、なんか言うこと変わるよ。こいつも呪術師なの、こいつも。へえ。ヌスットであり呪術師であり。アイテムも売るみたいな。そう、火がないんだよ。今、あ、くれた。イエーイ。必要能力値なんだこれ。え、履力必要なんだ。呪術、呪術中言えない。呪術の日、呪術の日、呪術中マジ言えねえからこれ履力必要なんだ今回は。そっか、あ、激しい発汗どこかで使えそうだな。この体勢クソほど上げるやつ、うん、いるかな。まあ今はいらないけど。私潜在能力を引き出せるかどうか確認しやす。よし、あれ、さっきのヌストと呪術師のおっさん別の人だったね。どういうことやね。 NPC すら頑張るという。なんでやねん、やべえ。え、盗んでるのかな。
盗みに行かせる。そう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 。なんか持ってきてくれんのこいつ。多分。逆になんかダークレスとして侵入してきそうだ。それはないじゃん。怖くない？それはないでしょ。まあまあまあ試しに行かせてみましょうか。私も行かせてるけどね、まだ帰ってこないね。Thank you。Thank you。で、どこに緑化の指輪があるの？ミラのベストがある。あったところの中？あった。あったあった。はこのわかんねえよ。いや、わかるでしょ。いや、光ってるけどさ。うん。わかんねえっしょ、これ。視界頑張ってた？うるせえわ。てめえだっていくらでも頑張ってんだぞ。全部頑張ってた、うん、むしろね。視界も脳も全部頑張ってた、うん。ババさて、緑化の指輪は必須ですね。何いらないかな。血紙の指輪とかいらないでしょ。あ、ダメだ、潜在能力引き出せない。何なんだ、なんで私だけできるの。私は呪くない。なんで私だけできるの。謎すぎるんだ。やっぱ白ファンの活動力が多いからな。あ、スタミナの回復力上がったわ、すげえわ。そしたらじゃあ準備できたら合流しましょう。ほいほい、ラージほほ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 ほ。おあ、威力、威力必要なのに。え、歓迎モーションとか。あ、歓迎くれますよ。俺ついにあったな。あ、作業手段、呪術師の投函。へえ。あ、これ炎耐性強いんじゃない。これ呪術の火は己を焼かぬと考えられている。ああ、でもダセーな。何このハチマキみたいな。ダサ。下級って何回使うんだろうこれ。あ、わかんない。 FP をでも結局消費するからね。火炎壺の代わりだと思えば、うん、結構いいんじゃないこれ。下級、あ、よし。え、でも、リリュクがいるんじゃないの。まあ、せいぜい6くらい私もあります。あ、6なんだ。それは誰でもあるでしょ。うん。さて、じゃあ一回戻ろう。そして私は戻って一服させていただきます。え、いってらっしゃい。え、あ、飲み物も取ってきますね。ちょっと、5分ほどいただきます。すいません、皆さん。少々お待ちください。少々お待ちください。よし。何買おうかな。火炎壺。火炎壺いらねえか。まあ、迷ったときはコッペンっすよ。うん。よし。じゃあ、あとは合流するだけだ。あれ？あ、お兄といねえ。どこ行きやがった。あ、あ、こいつ。赤い瞳のオーブくれたやつが戻ってきてる。薬指のレオナール。うん。ほう。
ダークレイス。ロスリックの地下。ああ、これね。鍵くれんだ。いや、そんなことないっすよ。私って PVP は嫌いなんでね。はいはいはい。こんなもんか。あとは、なんもないかな。じゃあ、あとは、ヨン君と合流するだけ。ついに、生き贄の一ですな。さあ、どんなところなんだ。進まないと合流できないのか。はいはい。あ、下になんかいる。これなら落下地名で。ほい。固くね。お前固くね。喪失石。何これ。くさび石が変質化したという奇跡、別名抜け殻の石ともいう。武器の変質強化を元に戻す。はあはあはあ、はいはいはい、なるほどね。ぬぬ、宝がよ。大変お待たせいたしております。皆さんついに、ちょっと待ってください。つげは？つげ何？三の丈さんのことをつげって呼ぶとなんか面白いですね。こっちでもいいんですけど。うん、じゃあ、皆さんお待たせしました。ついに準備できました？三の丈さん。いや、まだ後ろサインかける場所まで行けてないです。え、代わり火じゃないの？最初の生贄の道ですよね。うん、生贄の道の最初の代わり火でかけないの？かけないですよ。じゃあ一緒に進もうか。じゃあちょっと待っててください。あ、先進んでた。ふざけんなよ。あ、出そう。なんでそういうことするの？しょうがなくないだって。なんで先進んじゃうの？勝手に。いや、なんでそういうことするの？進んでるかなと思って。進んでねえから。ファ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 、それ何、それそれそれ、これ何、呪術、呪術。勝手に死ぬんじゃないよ、勝手に。あ、なんか6642ソウルか。怒りたら、じ
じゃあついに未開の地へ、ついに未開の地へ向かうわけですね。新しいエリア、生贄の森でございます。です、生贄の森ですよ。ついに来たね、新しいエリアに。ああこの先行けないんだ。そうか。え、まだ呼べないの？全然。なんで？暗くなったまま白いサインどうせ。本当だ。じゃあ生贄の道進んでいきましょう。生贄の森じゃなかったね、生贄の道ですね。やっていこうと思います。え、この先戦士があるぞ。はい、懐かしい、懐かしい。は、うわ広そう、これ。あ、君誰？あ、アース、アース、アース。それ、何かお一人で攻略するの？ここ何、何、何それ。ああ、え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 、強くない？ちょ、待って待って、こいつ、何こいつ。強くない？ちょ、待って待って待って、待てよ。大丈夫か。強いよ、強いよ。はい。強い、強いよ。はい。ビビるわ。は？強くない？こんなの。何？何こいつ？わ、これくれるんだ。いいっすね。あ、いいっすね。あ、いいっすね。てかこれ。あ、24か。触れるな一応。あ、あ、結構いいじゃんこれ。やらせはしない。これいいじゃん。あ。何これ懐かしい、この場所懐かしい。まだ合流できないの？できないね。うん、いやー、はいはいはい。旅人のソウル、これ上にも行けるのなんだろう。山賊の斧。うん、あ、敵いるね。落下地名でどんどん殺そう。あ、何も落とさねえとこいつら。なんなん？この下は何もないね。お、これはこんなのもあるのか。装備してみよう。あ、いけるじゃん。うわ、なんかめっちゃいっぱいいんじゃん。何あれ。あいつら、わ、 うぜえな。どうしよう。すごいすごい。早っ、このモーション早い、ね、ぶち殺すか。ナイスナイスナイス。なんで外したの？一番短い。おっ、落ちた。ナイス、魔法使いがいる。は、毒、毒。いや、この下死ぬでしょ、これ。これ毒だね。毒ダミハブチャプワルだ。は、何こいつ毒の切り合ってんの？かかっちゃうの？うるせえ。いや、かかっちゃう。あ、なんか吠えた。敵呼んだべ、これ。ほう。やっぱ呼んだわ。ああ、なんかここにおる。こいつらほんとムカつくな。やばい、やられるやられる、やられるよ。下から行くか。むかつくわ。おいおいおい。あ、なるほどね、毒の切りってそういうことか。うん、めっちゃ撒いてんじゃん、ちょっとやめて。その毒は俺に効くから。マジ舐めてんよ。なんなんこいつら。わけわからんだけど。いや、それずるくない？え、ずるくない？それ有効だ。しかし無駄ってどういうこと？
ずるくない？え、これこの先もう行けないじゃん。え、何ももう行けないじゃんこれ。え、行き止まりじゃん。宝箱があったね、下にね。っていうかあれ進む道っぽいからこっちから行くか。逆に、はい、あえて。あ、こっち行けんの。あ、こっち行けんのね。あ、理解した、理解。この先スープはないぞ。そういうことか。エストスープはないって言ってんの。まだ白かけないよ。うざいね。かけらんけっちゅー。あ、はいはい、ここに繋がってる。あ、四角よ。その四角はない。これ敵が上から降ってくるのかな。そのエッセージ別なくすぎるだろ。あ、なにあれ。は、誰これ。ねえ、なんかいるんだけど、ちょっと。ねえ、ねえ、あれ絶対 NPC いるよね、あれ。NPC が歩いてきてるんだ。気づいてしまう。めっちゃやばい。トイだぞ今。そう、やる気満々。俺は負けないよ。序盤中盤終盤隙がないよね。本当か。さっき頑張ってるの見たぞ。いって。あ、やらせはしない。絶対に負けない。残り5分。懐かしい、これ懐かしいですよね、それね。ツゲが懐かしいって言ってたのこれか。そう肉たち包丁、まあ、それがあるってことはこの辺はそういうエリアなのかなっていう。山賊一式だ。 あそこ降りれるじゃん。それ宝箱じゃないの。いや、山賊の相当じゃん。これ俺向けの武器なんじゃないの。山賊の相当、これやばいんじゃないの。ここ降りれるけど命なくない、ここ降りたら。あら、山賊の相当技量武器だけど、なんで DD なんだろうこれ。え、ここ降りれ、クイックステップ。ああ、ハーク。おほ、なんかブラッドボーンっぽいねこれね、山賊の相当。うん、なんか今勝手に AA を押したんだけど、わけわかんない。なぜ勝手にモーションが。あ、ここ行きたいけど、コントローラー振ったんじゃない。あ、かもしれん。ここ行きたいから絶対死ぬでしょ。レイピア、レイピア、レイピア。あ、あっちから行くのが正しい。え、でも行けなくない。上から来いと。ドライアイ。あの上にいる敵は何なの。降りてくるのこいつ。来ないね。ドライアイ。まだ書けないよ。あ、かがれ火。あ、そこで書けるんじゃない。え、なんかいるんですけど。え、2人ほどいるんですけど。怖い。お前羽生えんの早いよ。ちょっと目の先生、おじさんに長時間のゲームはつらい。目薬はない。己の涙こそが目薬。かけらゲット。白サインかけるとこ見つけました。あ、じゃあ次のかがり火まで行ったらかけると。イエス、了解しました。ただ途中気になるところに宝があってね。なんか落ちたところ。うん、ただあそこはちょっと私の命が危ないのでやめました。ここかな。あれどこだっけ。話しかけてみよう。危ない、死にかけない。あ、君は懐かしの。会いたかったよ。どこじゃこれ。なんかどこだ。これみんな見てください。これ懐かしいでしょ。やばい。これやばいね。この鎧懐かしいな。やばい、この犬強い。
助けて助けて、シュシュシュ、やっべえ。そしてこっちのなんか筋肉マンに出てきそうなやつは誰？ふざけんなよ。絶対筋肉マン出てくる。こいつらやべえな、マジで。モーンの指輪、カリムの展示。あ、何こいつ、絶対この人。俺展示手に入れたよ。え、こいつら強えぞ。どこ行ってんすか。え、下行った。行けたん。うん、下降りた。下降りて、ああ、なんかね、指輪も手に入れたね。モーンの指輪。モーンの指輪、何モーンって。奇跡の威力を高めるだって。これ回復力上がるんじゃないの。あるかもしれない。あるよね。血紙よりもこっちの方が良さそうだな。はぁ、てか強え、いちいち敵が。頭おかしいでしょ、マジで。やらせはせんよ。は？敵クソいんじゃん。もう嫌なんだけど。帰りたい。ほうほうほう。ほう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 。へぇ。かがり火が全然見当たらないんだけどさ、どこにあるの？ん？あの、毒入ってくるやつのさっき。そういえば、あれ？さっき、落ちたら宝箱あるなって思ってたところに落ちてないや。どこだこれ？マジどこ？わけがわからないよ。は？戦略。青のセコさん。こいつの。そりゃみんな強いわけだ、ここまで来てんだもん。ね。そりゃ強いわけだ。ね。てか敵が落とすソウルめっちゃ少ないな、いちいち。90ソウルとかおかしくないか。あ、あの先ね。わかったわかった。でも敵めっちゃいっぱいいんじゃん。さて。え、私と三之助さんの認識が合っているのかちょっと微妙なところだな。私もその指輪欲しいんですけど。とりあえずあのあいつを殺すの。残り10。痛い、やめてやめて。おい、デビルメイクラやってんじゃねえんだぞ、こっちは。わあ、あの下どうやっていくんだろう。あの上からね。今日はね、ドイレさんお疲れ様です。アイコン変わってますね、お疲れ様です。すぅ。ん？なんか別のエリアっぽいとこ来たよ。あ、かがり火あったわ。あ、三之助さんが言ってたかがり火にたどり着きましたね。あ、よかったです。うん。ああ。あ、こっちが正規ルートね。あ、ここから俺落ちたのか、ここに降りたのか、俺は。え、下降り？ここ降りたのか。あ？え、どっから降りたの、俺。自分でも降りたの。あ、ここから降りたんだ。わかったわかった。だって下って深い森になってて、うん、死ぬじゃん。いや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 。もう手前に降りるとこありますよ。マジ？さっき宝箱が見えてたのどこだ。さっきこの辺から宝箱見えてたはずなんだけどな。なくなった？あるはず。ありますあります。ちょっと後で個人的に探索しよう。なんだ、宝箱かと思ってたら違ったんだ。いやいやいや、あの橋があるじゃないですか。戻ったところに。その橋から降りるんですよ。橋？ち
ちょっと視界が私の生放送見てて。あ、はいはい。ティリッ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 ティ。うんうん。ここに橋がありますよね。あ、橋ある。で、ここから降りればいいだけですよ。ここに向かって降りればいいだけ。これ。その武器どこで取れますか？この槍？この槍はね、あのボスのソウルと交換したんですよ。うん。このね。これはあの木のボス、木のボスのソウルと交換した槍。わかった、サナジュさん。なんとも。あれ？ほら、ここだよ。抜けるだけでしょ、これ。やばい、わからん。マジかよ。もう視界の 70% として流れてるからわからん。ここ頑張るとか意味わかんないんだけど。逆に。した？あ！刺し。刺した？そこそこ。はいはいはい、はい。ちょっと強い犬がいるから気をつけてください。じゃあ S と飲む。貴様はここ降りたのか。さよう。よく見つけたな。余裕だよ。4日の指をかぶるつくり。ああ、痛いっす。すいません。遠征です。何こいつら、なんか2人組がいるね、また。あの猫製薬みたいな感じかな。しかも、見覚えのある鎧みたいな方が。見覚えのある鎧？お？上級騎士じゃないですか、この人。そう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 。マジかよ。もう抜いてよ。Hello, I'm Anri of Astora. アストラじゃん。This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We're well along the road of sacrifices. Below us is the crucifixion. この先怒りの森。Beyond the flooded woods lies Farum. カリムの展示聖書。これか。それ。これを聖書に渡せばなんかエピソード的なものが。We see the cathedral, home of the grim Aldrich.We may go our separate ways now. We are both sick. The next time we cross paths, one may, may the flames guide your way. 命を借り取る形したやつ持ってるな。I don't think without his. We are beyond the. The next time we cross, may the flames. 目が赤い。なんで？無言かこいつ。うえーって言ってる。うえーって言ってる。こっから降りで。うん。これ笑うわこれ。あ、ここ白かけるね。じゃあ私一旦戻りますよ。今書こうと思った。そうか。あ、いなくなってる。なんだよ。え、神殿に行ったのか。神殿で。神殿には行ってないでしょ。道半ばの砦。そう。なんかこの先の。うん。エリアの説明をしてくれてたね、上級騎士が。そうそうそう、うん、確かになんか分かれてるみたいですよ。なんか見たことない人が座ってるぞ。誰あれ、これ誰？この女の人誰？え、この女の人誰？ねえ、この女の人誰？あれ誰？この女の人、なんか美しい人がいる。美しい人が、ちょっと鼻かみます。すごい音入ってる。何この人。あ、鬼と帰ってきた。リレーしたの多分。なんか関わりを持ってくれないんだけど、なんかすげえ綺麗な人だな、この人。エロいな、しかも。ちょっと待って。これエロいぞ、これ。手の祭壇の火を消すことで、狼の知恵の扉が開く。城塞の。狼の血うん、なんかファランの鳥だよ。
他なんか行くには火を消すらしい、うん、じゃあこの3つの炎を消すためにエリアをまずは探索するんだ。あ、何この人美しくない？あ、うん、いるよね。え、これあ、あいいっすね。そのトライアングルゾーンいいっすね。あ、顔は、あ、そんなでもないな。うん、意外とね、あの、なんつうのライティングが悪い。ライティングが悪いんだから、なんだか。とりあえず私、展示をあの人に渡したいね。うん、C ですね。薄暮れの国。うん、どんどん集まってくるね、NPC。聖書を渡す、NPC めっちゃ集まってる。で、どんどん消えるんだろうね、最終的に。怖いわ、怖いわ。Now I can tell new tales. Tales of the greater miracles can be quite the epic. What fun! 関わるべきではない。積極的に関わりたいんですけど。ねえ。ね、お、なんか売ってる魔法増えたね。重点的に関わりたいんですけど。は、やばくないこの奇跡。HP が0になったとき一度だけ踏みとどまる奇跡があるね。あ、一度きりじゃん、復活じゃないですか。うん。一切り。選別の涙。デモンズの頃にあった一切り。うん。ただ、HP 回復しないですよね、それね。踏みとどまる。だけ。1ミリだけ残るのかな、多分。1キリはフォワーンっつって、なんか4分の1くらい残ったんで。うん。じゃあ、展示聖書を渡すか。あ、待って、中回復も出てきた。あと、フォースも出てきた。聖書を渡す。カリムの展示聖書を渡す。No, I would be bothered, but if I had a devil, terribly sorry.Have a pleasant. Oh, miracle. Miracle. これで。ムスットが帰ってこねえな。ずっと。なんか、そういえば、ダークレイス殺したまえよって言ったやつが話すこと変わってねえかな。いるわ。いる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 。瞬間瞳を手に入れたか。おお、賞賛手に入れたよ。アクション。Now invade and pillage. And if you grow weary of your come on, 賞賛ってブラッドボーンとかでも。手叩く。多分。なんか深みの聖堂のロザリアに従えよって言ってる。そこで多分赤の契約。うん、できるのかな。結構遠くね、赤い制約。まあそんなもんか。でも、うん、あとは、あ、いない。早く労働を終えて。あ、出れた。いない。調べられないじゃん。うん、落ちてない。レベル上げらんねえしな、まだ。もうだいぶきついっすね、上げるの。だいぶきつくなってきましたね。もう私まだ33なんだよな。 33?うん、おかしくない？私は41です。おかしくない？レベル上げよう。7000も必要なの？そして42になります。34なんですけど。呪い集めすぎでしょ。呪い、うん、5レベル上がってるからね、余分に。ダークサイド落ちすぎでしょ。ダークサイドというか
なんなんだってあいつがあげてくれんだもん。絶対なんか痛いしっぺ返しきそうじゃないそれ。なんなんだろうね。ね。なんか復讐霊とか来たんです。怖。でも罪はさ増えてないんだよ。ファラオのタイヤ。そういや武器強化できんじゃねえの。あ、見てこよう。強化するにしても僧侶がねえや。あ、あと3個足りない。全然足りなかった。かけら4つか。今回かけらの必要数おかしくない。かけらってか全然落ちてない。そもそも武器がプラス3にすらならないんだけど。まだ私プラス2なんですけど。私もです。最高のやつプラス2です。全然まだ序盤だというのか。まあでもステージ2クリアしただけだからね。まだね。確かに言ってしまえばだって忘却のロウクリアしたあたり。そんな感覚はないんだけどな。まあ私は次に進む準備整いましたよ。へい。じゃあ道半ばの砦。ワイも向かいます。そこにわーい。今アイに行きます。喉乾いた。コーラうま。メーカーくんのヒーター焚いてるからか。今気づいた。そうじゃないの。記憶がばってたわ。あーうまい。奴らいなくなってやがるな。多分この先のどっかにいるんでしょうね。うん。そういえば私人じゃねえな。どっちからやります。もちろんリョン君から。じゃあ私が人になりましょう。じゃああ、先行く方向のあたり、はい、かがり火の近く。えっす。すごいねこれ。ちゃんと炎をまとっても亡者だよ。やばくない。なんか呪いの値やばくない。見た目劣化しすぎじゃない。うん、この北の兜を装備してみようか。北の鎧。それなんかさっき北のグローブ装備式拾ったような気がする。北のズボン。ああ山賊だこれ。前青の下車で来てくれた人が着てた装備だ。ほう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 。強そうな。山賊一式。山賊一式かっこよくない、はい、これ。ああなんか似合うんだか似合わないんだかわかんないわ。ちょっと重そうだなこれ。そんなにボスンローリングじゃないの。全部装備して100か。あれ侵入された。ちょっととりあえず呼んだけど誰かに侵入されてんだよな。サルジさん助けて早く。侵入されてる。もはやどんだけ活気あんの。いやもう今が盛り時なんで。盛ってんな。それぞれ早く来て。お盛んだな。どこから来んのやつ。私後ろに隠れてるんで今。は私をおとりにするだと。いやいやおとりになれよ。どうだよ。あなた白だぞ。何を言ってるの。わお。わお。何ここ。初見のエリアでじゃんじゃん侵入していくのやめてほしい。本当だよね。マジ進まねえから。本当だよ。もう右も左も分かんねえっつうのに。本当だよ。本当に進まねえもんな。何これ。段差があるよここ。左からも行けるし、うん、まあ左手法で行きましょうか。うん。あ、赤いた今。
奥にいた。あ、リーチ長いよ。あいつリーチ長すぎじゃない？俺もリーチ長い。さすがじゃん。あ、下で待ってんだよな。あれ？あれいなくなった。何こいつらマジで。何族だよ。なんか竹槍族。竹じゃねえけど。なんかキノコいんじゃんあれ。ほら。ダクソ2のキノコがいる。見たことある。すげえ広いなこれ。ここ隠れ放題じゃん。クロファン。これももはや森でしょ。うん。いやー、やりがいがありそうじゃん、これ。っていうか、青製薬じゃないんですよね。そうなの、太陽なの。誰も助けに来てくれないじゃん。いい、いらないよ、そんなの。あ、私そんな強くないから。十分だよ。危ないよ。いいね、その強いってこれ。こいつらもリーチ長いから俺もリーチ長い。くだらん。早いね。赤が来そうだね。なんかいつ赤が来るか。いやもうここは分かんねえな。こいつら硬えな。今聞くんじゃない。炎効くだろう。顔かけら。いや毒の正気にやられる。うわ毒の蓄積の回復遅いな。毒耐性結構あるみたいこの山賊は。うん。なんかガバってない大丈夫。左端から行ってるからなんとか大丈夫だって。なんか三度めちゃんこ来てる。めちゃんこ汚い。えって。なんかね、歩いてるやつがね、こっちにちょいちょい集まってきてる。探知してるっぽい。え、なんかでっかい音聞こえる。こいつ座ってんじゃん。ドライアイがやばい。強靭高い。やっぱあれだね、3人じゃないとちょっと侵入された時の安心感がいまいちで。死後制約すみません。青のであ、赤来た。ドイリーさんのアイコンか。あ、ドイリーさんの赤だった。犬来た。犬盾なんて飾りよ。消えかけのソウル。なぜ消えかけのソウル。うわなんか道のエリアに踏み入れそうだねこの先。おなんかこいつ3回攻撃しないといけないのきついな。うん、ヘラじゃん。うまい。ここうまい。これでプラス3にできるか。お？双竜の盾。双竜の盾って何だ。ちょっとでかいウッドシールドかな。ああ。じゃあこっち側見てみようか。
え、どこ行った？は？俺を見失うとかさ。何してんの？目が痛くて。あれも敵だね。ロックオンできないんだよね、なんか。カモフラージュしてる扱いなのかな。何もないね、これ。ここ絶対黒ファンいるっしょ。この先なんかやばくない？カニがいる、カニが。カニ、え、なんかあれでかいのいる、ほら。何あれ、十字架背負ってる。ああ、待って、あれ魔法使いじゃない？あ、犬か。なんかあれだね、腐れ谷っぽい感じかな、文明レベル的に。かけら、だいぶ集まってきたね。これさ、落下死しないよね。さすがにそれは、うん、楽はね。沼が毒じゃないだけぬるいね。そうっすね、うん、がばりたくねえな。あ、気持ち悪いんだよ。この武器ないの？あれ、なんか強そう、強そう、強そう、強そう。すげえ強い、これ。囲って囲って。おい、すげえ。え？こいつ。ラップボンのヒントみたいなの来ちゃいました。やめろよ。面倒だな、おい。ちょっと回復使いますわ。ちょっと待って、動かないで。はいはい。どうよ。ああ、まあビビったるもんだけど、まあまあ。中回復欲しいな、こうなると。10しか FP 変わんないんだよね。あ、そうなの。うん、よしかし赤ゆっくりするね。本当だよ。いや、もう死んでんじゃねえの、実は。その世界なんで、待って、あのさ、先にでっけえカニがいる。やばいやばい、よくやばい。あー、何引き連れてきてんだよ。完成。あ、出血した。俺の槍の強さを思い知れ。うわ、ねえ、だからこの先ずっと行くとでっけえカニがいるってば。うん、食べる、食べよっか。じゃあとりあえずこっちの先行こう。変わり火どっかにあるよね、多分。あると思うよ。何ここ、受けられる。あ、でけえ結晶とかがいる。開かないねえ。またあのでけえと結晶とかがいるから、デーモン派生の武器が特別なクラス意思くれるんだよね、あいつね。そう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 。え、なんかすげえ強そうなのいる。ムキムキマッチョな体験持ってる。え、黒騎士じゃない、あれ。あ、間違いなく黒騎士じゃん。え、普通の黒騎士じゃん、あれ。やばね。やばくない？ちょっとやばくね。パリ取ってこうよ、パリ。ちょっと会議しよう。いや、どうする？だから、後ろ、俺、ガードしまくるからさ、うん、後ろから取ってよ、地名。はい。赤だけ注意して。いや、普通に黒騎士だね。はいはい。うわ。硬い。どうよ、このコンビネーション。いいね。どうよ。倒した。何落とす？ No nothing。ファ。何も落とさない。苦労に似合わねえんだけど。バカな。まあ言うてもそんな強くなかったしね。一人でやる気しないけど。やる気なかったら絶対やばかったよ。ここ来て正解だな。でも分かれるか。お。傭兵意識だ、持ってるわ。俺傭兵だもん。あ、そっか。で、何を守ってんのこいつは。何を守ってたんですか、プロファ。これかな。は、傭兵の相当。結構強い武器だったのかな。
まあ、強いっちゃ強いけどさ、あれかな、最終的に守ってたものは。なんかすごいこのアイテムオーラまとってんじゃん。なんかファランの火種、これで派生が増えるんだ、うん、多分強化できる。まあでもそんなここ難易度高くねえな。一人でやるのだるいけどね。うん、そもそもここはこちらからは開かないっていう意味がわからないよね。いや逆側から行けんのこれだって。なんか上から来れんじゃん、これ上からかな。じゃあこれ右沿いに行きます。はい、チラ見した限りだとアイテムはね、あるっちゃある。カニ通すか。カニがね、カニがちょいちょいいるんだよ。絶対硬いよ。え、でかっ、来た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 、気づいてるこっちに。ここから先走られる。ここから先走られる。足取られる。本当だ。キモキモキモ。はまってるはまってる。足のキモ。あ、やばくない？赤赤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 赤が普通に歩ってる。赤どや歩きしてる。なんなんこいつ。やる気？これ強そうだね。極東持ってる。やばい。消えるね。消える指輪つけてるこいつ。おいおいおい、取られてんじゃねえよ。目が見えないっすよ、もう痛くて。え、なんかもう一体カニがいる。カニが青が来た。青がオッケー。青じゃねえか。青じゃない。うわー、なんだ魔法の剣弱いな。おい、こいつらどんだけエスを飲めんの。風邪ひそう。うわ、直線強い。カニが来てる、カニが。いや、これ無理だ。プロボしてえな。走るかな。まあでもこんなのさ、かがり火のところまで戻ったら俺の勝ちだよ。マジか。あ、遊ぼうか。これまだ S といっぱいあるの知ってる。ベスト一般だ俺まだ、ね、やべ、うん、あ、やられたわ。あの青いやつなんだろ、なんだろう。あの青いやつなんだったの。ファランの制約とか書いてあったよな。うん、ここ守ってんのかもしんないね。あ、そっか、ここが無印でいう森多分。あ、じゃあ猫霊みたいな。うん、なるほどね。なんで鼻が詰まってんだ俺は。つまがらないよ、私に聞かれても。
まあいいや、人になろうか。きしそう。エンバーレスロワーアイデ書いた？あ、今書きます。いい、よし。まあここ、まあ、広いから、まあ、そういう場所なんでしょうね。ディヴィニティエリアみたいな。うん、とりあえずモア虫とか、空いてるしてる意味あんまりない気がする、ね、ソウル結構うまいっすかここ。全然全然か、全然たまらないよ。でもカニ倒してみたいな。だあのカニだけ倒そっか。じゃあ、はい、あ、土本さんあざす。目は大事にですね。あれ、リョン君は、あ、リョン君がいない森聞いてんのか。え、普通にこっちにある。あ、いたいた。うわ、逃げる、逃げて、いっぱい。ベベベベベベ。あ、頑張れな。どこに行ってんの？いや、先行ってるか見失って。なんか、あの人最初座ってたんだけど。まさかの。何なの？くつろぎタイム。座ってたから攻撃したらめっちゃ暴れた。何なんだよ。クソよ。普通に死んじまったぜ。もったいね。あ、それがダークソウルですよ。モブは無視するって言ってたのにな。自分が言ったことぐらい守るか。じゃあ。目的はあのでっかいカニで。よいっす。私あのでっかいカニのとこ先行くんで。はい。道分かってますよね。まあ大体でっかいカニを目指せば。ういあ、ここで死んだ。ここか。30人一生中ありがとうございます。通り抜けて、で、え、あの右の段差降りた方が早いっすよ。あ、そうなの。うん。そいつらそこ通るとモブ反応しちゃうじゃん。このちっちゃいカニ何なの？弱えな。かけらを落とさん。あ、もうじゃ来た。やべえ、こいつを先やらなきゃダメ。あったって。カニ持ってる、カニ。しっけつした。カニ持ってる。うわうわ、カニ硬っ。おい、もう一体いる。やばくねえか、これ。これめんどくさすぎるんじゃない？頭おかしいやろ。とりあえずあのカニはね、水辺にしか来ないからあいつをやろう。
飛んできすぎ。見た目のもんじゃどうやばい。雷効きそうだな。クラフォーカニ来てる、カニ来てる、カニ来てる、カニ来てる。めっちゃ硬いっすよ、こいつ。そんなに40しか入んない。装備変えていい。はい、40しか入んない。多分打撃系しか通らなさそう。試しにクロス。うわ、こっち行くの早っ。うわ、効かねえ。効かねえ。あ、すげえリアルだな、これ。確かに。あの、2人で囲えば楽勝じゃん。多分時間がかかる。通った。致命取れそうな人。潜った。え？え？逃げろ逃げろ。ローリングローリングローリング。え？逃げた。逃げた。は？逃げた。あと一発。なんで逃げた。死にそうだよっかそう。あ、奥にもいるな。え、奥にもでっかいのいるの。カニいるよ、カニ。でかいの。うん、マジかよ。足取られんの。ん、あ、これ NPC だ。え、なんで戦うんだ。あ、いた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 。やばい。いや、いやいやいや、魔法の人じゃん。早いな。めんどくせえな。これよ、弱いな。よし、この頭見たことあるぞ。黄色いやつ。まお、ヘイゼルのツルハシ。ツルハシ？うん、あとね、あいつの頭。あ、いいな、ちょっとつけてください。ていうか、もうちょっとやばくない？やばい、これ重いんだよね。目立つわ。またあそこのアイテム取り逃してる。カニ脱ぐんだよな。またいいの。いっぱいいんじゃん。ああ、倒せばいいんでしょ。うざ。え、挟まれました。私挟まれました。今度は逃がしたくねえ。なんか落とすんか。落とすんじゃん。あ、いた。え、くねえ。俺が引く。今だ、うん、殺せ殺せ殺せ。やったぜ。どうぞ。モンテ来てる。さ、大沼の指輪。
ねそれ。倒したらくれた。ただ3匹、2匹かな、わかんないけど。足取られないやつ？もしかして。可能性ある。沼に。誰か来た。あ、呪術の威力を上げる。あ？バネです。これやばい、完璧だよ。ラグいこいつ。ほら。紋章の盾。生きた。そう。無視したくないこれ。これ無理でしょう。てめえもフロストバイトか。はい、取られた。俺が取った。ナイス。は？パリ取られたわ、今一瞬。どんだけ舐めんだよ、こいつ。本当だよね。どっち行った？どこ行った？ところだから俺に迫ってんだ。来た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 。俺の後ろにも敵いんだけど。どんだけこれ男性な、これ足を取られる。ポスト狙ってる。無駄無駄。パリーが取れる武器がねえからうぜえな。もう無理。いやきつすぎるなマジで。すげえ死んでんの。めんどくせえんだけど。いやーあんなに数割れたら白は無理だわ。全然無理だろこれ。どこに行きゃいいんだよ。本当に本当にどこに行きゃいいですかこれ。バカだよ。は？どうにか無敵じゃねえのか。何ここめんどくさすぎんぞマジで。頭おかしいんじゃねえの。でももう取るもん取ったっしょ。取った。うん、多分ね見えてるものを大抵取った気がする。はあ、あんなエリアいらねえんだっつうのだから。二人も入れちゃってどうすんの。ここが違うか。いやここが6人できるエリアか、もしかすると。うん、そうかもしんない。白2人、守護1人、青2人。とりあえず残り日使うんでサイン書いといてくだされ。はい。残り日まともにやってたらいくらあっても足んねえ。どっかな道。まだ探索全然できてないしな。
あの左側の奥の方は探索してないね。右側だいたい探索終わったけど、カニの方がまだ、あのカニの奥の方とか探索してないね。うん、もうカニ無視しよう。カニから取れるであろうアイテム取ったし総門の盾手に入れたのかな、さっき。ほら、総門の盾だ、これ。え、いいじゃん。物理カット率 89% で、なんかちょっとイマイチだな。あー、前 95% くらいだったよ。あ、89% だ。これでもっとスタミナが回復しやすい。早っ。あ、めっちゃ早いわ、これ。とりあえず右側探索しきろうか。で、あのでかいやつに反応されたくないな。カニと、カニが真ん中に2匹いるけど、ここは走り抜ける。うわ、この奥が見てないんだよ。カニも来れないはず。うわ、いる。これ何、ハベルじゃん。何これ。あ、もう一匹いる。危ないよ。もう一匹いる。あっ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 。何こいつ。何警戒だ。やばくない？何こいつら。何こいつら。ラージクラブ持ってる。これまたこんな奴ら相手にしてるとさ、侵入されんじゃん。うわ。君たちだよ。わあ、硬えぞこれ。葉っぱ。うわあ、もう。ほら、侵入された。時間の無駄。はしごあったりましたね。ね、はしごりよ。あ、これ死んだ。あと1冊。今かがり火あった。嘘。うん。んだよそれ。こんなところのはしごまともに降りると思うの？そんなに高さないと思うやん。ああ、うん。でもあそこなら王者で走り抜けた方があれかな。確かに。残り火使うのもったいないね。うん。てかここもう侵入されるんだったらどうする？走り抜ける？まあ王者安定かもな。ゆっくり探索はできないでしょうな、白読んで。バカでしょこんなとこ。うん、一人ならまだし。アイテム散策しましょうか、一人で。そうっすね、お互い。うん、じゃあ今日ここまでにしていいですか？あ、そうします。はい、ちょっと私目が痛くてまともに動けない。了解しました。はい、はい、じゃあ私の方はブログキャスト終わります。皆さん疲れました、はい、死ぬ。ありがとうございます。死んでたまるか。いやー、頭悪いわこいつ。こいつまで頭悪いわ。やーばっす。でもこんなソウル拾ったってしょうがねえんだよな。たけえ、ここ。あ、何降りてきてんのこいつ。なんで生きてんの。ダメージ、即死するダメージだよ。ほう、処刑人の太刀。処刑人なんだね。グレートクラブ。あ、やつら二人とも落ちてきたんだ。は？城壁だわ。
あ、ここまでの道のりを守ってるんでしょう。奴らは。うん。わかりました、わかりました。そういうことですね。奴ら二人とも落ちていきやがった、アホめ。ゼロソウルですよね。そりゃそうっすよね。何これ。いや意味わかんないから、全く意味わからない。何事これ、なんでこれアイテム取れない。上から、あれ落ちちゃった。結晶の音がした。は、ひるまね。結晶の奇跡だって。何それ。ふざけんな。これ広いぞ、これ無駄に広いんじゃないのこれ。マジこんなとこずっと侵入されるんでしょ。なんかちょっと強いじゃんあれ。しかも NPC っぽいな。どっから魔法が。うん、血のりだね。おお、異端の杖。何ここ。死んでるね。なんかやっぱ炎をまとってないと侵入されないっぽいな。それはそれでありがたい。やってらんねって。何があるというのこの先に。うわ、いっぱいなわけ。
無駄に強靭高い設定にするのやめてほしいよ。なんだここ。エーストのかけら手に入れた。チラ見したけどさ、大丈夫かなこれ。これあかんかな。あかんやつなんちゃうんこれ。逃げた方が良さそうだね。こいつら、あーダメ。来ちゃう。いるよ。はしごがあった。アイテム結構落ちてる。カバレビアル。はあもう敵がいたってボンファイアリとさせろや。クソしようがよ。ねえどうやって倒せ言うねんマジで。いや強すぎ。奴らに何どうやって対抗すればいいの？すげえ数だな武器が。武器がすごいことになってるけど。お疲れですね、ガンマパ。ありがとうございます。奴らはもう出てこないんだ。理解した。ここはとりあえず探索を終えたい。もういい。おお、逃亡騎士だって。なんか、行ってないところ結構あるんだよ。この普通のこの先は？あそこにもアイテムがある。いや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 。緑化そう。絶対殺してやるから。対処方法はなんとなく分かってた。おお、すげえ落ちてんな、いろいろ。ほっ、古老の指輪。なんじゃそれ。いろいろ指輪拾ってんだよね。魔法の詠唱時間を短くする。おお。あんまり調べてないんだよね。
微妙にリーチがさ短く設定されてるのに、ね、こんなやつここに出てきたっけ、わかんないな。この上調べてないよ。おふざけんな、やべ死ぬよ。上行き切ろっか。上何もないじゃん。ん？何もないことなくね？ん？あるね。あ、犠牲の指輪。さようですか。で、ここにはボスいないんかな？そんな気するよね。ボスいないんじゃないの？これ、さっき拾えなかったアイテムの先に繋がってるんでしょ？そういうことでしょ？ほう。金ワシの小盾。で、ほぼ調べきったかな。あとは、あのかがり火を灯せばいいだけでしょ。あれどう行くんだっけな。大きいカニがねいるんだよ、気づいてるんだよ。うわ行くよ、痛いよ。ああ、こっちでしょ。で、かがり火だけ灯すんだったらルートが、てめえのこれ怖い。は？は？イラつくわ、マジムカつくわ。ここさっきやつらいたところなの？あ、じゃあここ降りてさ、ずっと行きゃかがり火があるんだね。じゃあやつらにバレないか。バレてる。早く勝ち。あー戻ってきた。太陽万歳。何これ、あれこれ太陽制約結べんの？違うね。ここに太陽、なんかでもだいぶガバってそうだな。こっちの先とか調べてないような気がしなくもないし、やべ間違って2回使っちゃったね。何、どこにいるの？なんで今当たんないのよ。蛇の、ね、音がするんだよね、蛇の。何の音これ。
やつか。しここはでも調べたことない。お互い外すってどういうこと？この武器今気づいたけどさ、毒があるね。毒。毒でもあるのか、この武器は。もう行き切ったんじゃないの？なんかやつ歩いてきてんの？やべえな。ほぼほぼやりきったっしょ。多分。なんか。でかいんだよね、やつら。エスパのかけらも手に入れたし、ここも来たもんね。うん、じゃあほぼ攻略を完了。おあれ、これスタート地点戻るよね。スタート地点戻るんだわ。ということはほぼほぼ行き切ったということだな。いいだろう、行き切った。うん、行き切った。あー、しんどか。マジしんどい。多分ね、ここに侵入してきてるやつらはこの先のファランの城壁の先で契約を交わして、ここの森にオンラインプレイで入ってきたやつらをボコれよっていう制約でやってるんだろうな。そういうことなんでしょう。優秀だな。進まねえなあ、 あんまりやっぱ初見は。帰ろう。うん、あ、生贄の道の一環なんだ。エリンギアタも頑張るね。ファランの城壁、ファランの城壁も侵入されんのかな、わかんないね。そういえばさ、いろいろ拾ったよね。火種とかいろいろ拾ったじゃん。何なんだろう。左に渡す。エストの強化。いや。エスト振り分け。7か。
7か。左に渡そう。ファランの左に渡す。不死体の左にか。This call is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. 感謝たちがその武器を鍛えた。貴重なものだ。それを俺に預けてくれるとは嬉しいじゃん。Now I'll be equipped to infuse これで特別な奇跡も変質変化に使用できるぜ。ほう、すごいぜ。闇とかができるわけね。はい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 。俺の顔でめっちゃ見にくいな。重厚な鋭利な。この辺は使えなかったよね。熟練は使えたような気がするけど、鋭利なと、あ、鋭利良くない？ん？攻撃力は下がるね。鋭利にすると技量の攻撃力が上がる。あー、こっちの方が強いね、やっぱね。鋭利いいんじゃないのこれ。鋭利めっちゃ強いじゃん。そして武器をプラス3にできるんだよね。なんか今回レイピアがあんまり強くねえような感じがするんだよな。こいつをエイリナーで使おうかな。エイリナルは、ああ、これ強いわ。これ強いな。これにしましょう。まあもったいないけど、まあ1個しか手に入らないってことはないでしょう。はい、そしてこれを8個あんのか。プラス3欲しいな。やっぱり1個欲しいね。すげえ強くなる。はい、3にしました。台掛け、台掛けまで1個も手に入れてないっていうね。すごいよね。まだ序盤も序盤ってことだよ。序盤も序盤。 Pretty be careful。 今作レイピア使うことは諦めよう。ちょっと使いにくいんだよ。前みたいになんかいい感じに触れない。これちょっと重いんじゃないですよね。この槍と一緒にこいつを持つと危険かもしれない。山賊シリーズが重いのかな。なんか逃亡騎士重いねこれね。逃亡騎士めっちゃ重いねこれね。かっこいいけどね。軽くて防御力がいいやつはこれすげえ軽いね。すげえ優秀だなこれ。山賊シリーズそもそも優秀なんだ。山賊のズボンはね重いね。ミイラ、ミラミラ、この頭ね重い。山賊悪くないね。うん、
964。あとなんか手に入れたっけ。元に戻す。何これ。大沼の上位呪術を学べるようになる。マジか。あの人に渡すのかな。この人でしょ。Ah, there you are. これでしょ。Yes, here. With this, I can. こう増えてる。おお、本能の火の玉。激しい発汗。激しい弛緩。すべての体勢を高めるだって。すごいね。炸裂火球。Do not be gone for long. Oh, champion, do you wish to hear a tale? 物語を。あ、さっきの展示っていうのがこの人の売ってくれる。No, in my I would be bothered, but if I oh, terribly sorry. 奇跡を増やすんだな。Have a pleasant.さすがにこの総門と緑化の指輪つけてるだけあるな。あれ、なんか増えてるね。誰これ。誰これ。えこれ誰。すげえ刀持ってんぞこれ。何これ。あ、プリティ。あったごじょうずマスター。ヨエルドの主。I thanks to thee, your soul is redeemed. Allow me to express.ほう、鬼人の一員。すでに王なのだろ。大穴を。ほう。And our Lord of Harlem. 王者の王だ。And I, of course, am also thine. 何？ユリア。ロンドールのユリアじゃん。Bearer of the dark. For the time that. And I, of. 王者殿によってってことこれ。すげえな。なんかすげえことになってるこれ。は、暗い偽りの指輪、亡者でない実体の外見となる。ああ、それもできるんだ。ダークハンデーや。ダークハンデーよ。戦技は急性 HP を奪い取る。はあ、何これ。ロンドールの展示。あ、これめっちゃ安くね。めっちゃ安くね、これ。めっちゃ安いな、これ。買うしかないでしょ。何これ。樹海石。おお。おお。4500。これで。あ、何これ。亡者でない老体。霊体の外見となる。ああ。そういうこと。これ侵入した時用のやつ。これ欲しいな。亡者を捨てる裏切り者もいるという。あ、偽る時に。That a lord are there for and till we meet again.この人の剣欲しい。なんかめっちゃ、お、何これ。え、何これ。え、死んでんじゃん。は死んだんですけど、この人。役割を果たしたってこと。
この人が殺したの？え、この人どっから来たの？Speak on. わけがわからないよ。話したことねえじゃん。4500ソウルか。4500ソウルないかな。もうちょいだな。アイテムを使おう。うん、あるね。旅人のソウル。あ、いいね。ちょうどだね。Speak on. 樹海石。Till we meet again. 使ってみようか。使えんの？おお。本当人の姿になった。は？すごいよ。呪い。あれ、呪いのね、あれがなくなったね。そもそも。Speak thy dishonor。なんなん。Till we meet again。よくわからないんですけど、この人死んだし。死んだの。どういうこと？役割を終えたんすか？ Speak on. Till we meet. そういうことなの。どうでもいいけど、こいつ早く帰ってこいよな。特に売るものは変わってないね。ここにいた女の人どこ行ったの？あ、お兄ともいなくなってんだけど。大丈夫？あ、やばくね？まだこいつここにいる。何なんですかね。あは、そう。Knowest thou five thrones will take five lords? 五人の。As kindling, the fast fading flame must be lit a reenactment of the first blinking of the fire. 最後の棺を再現するために。So it is. I may be but small. いた人がいなくなってるのはちょっと怖いけどね。これ弱いな。さて、もう進められるだけ進めたのよね。あとはサンロジョさんとギュリンさんの進みを待つということですね。はい、ということで終わりましょうか。すごいですね、まだ27名がご覧になってると。すごい、ありがとうございます。いやー、本当に毎晩毎晩お付き合いいただいてありがとうございます。ということで、また多分明日もやるかなと思います。はい。
ね、今日はね、障害等があったりしてちょっと厄介でしたけれども、まあ、ステージの方もねだいぶ厄介でしたけれども、うん、まあ、次ファランのこうファランの城壁やっていきたいなと思います。はい、もしくはお二人のお手伝いですね、やっていきたいと思います。ということで、お疲れ様でございました。それではバイバイ。